愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。皆様ご機嫌いかがでしょうか。愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。21世紀に入り、世の中はますます混迷を深めています。この番組はそんな時代の中、私たちがちょっと考えていきたい愛と夢のある生き方、社会の在り方を皆様と共に分かりやすく語り合っていきたい、そんな番組にしていきたいと思います。ご案内は私、片山田津です。それでは皆様、よろしくお願いいたします。改めまして、片山田津です。ピカピカのランドセルが眩しく感じる季節ですね。東京はあっという間に桜が散り、現在桜前線は北上中。予報によると4月上旬から下旬にかけて、東北各地でも桜の見ごろを迎えるといいます。弘前や仙台が有名。東北にお住まいの方はこれからが楽しみですね。さて、4月8日はお釈迦様が生まれた日。全国各地のお寺ではお釈迦様の誕生をお祝いする花祭りが開催されます。この日はきれいに着飾ったお稚児さんたちが市内を練り歩いて、お釈迦様の像に甘茶をかけて子どもたちの健やかな成長を願います。いつもはやんちゃな子どもたちも、この日ばかりはおすまししていて、そんな姿を見ていると思わずくすっと笑ってしまいそうですよね。この仏教行事でもある花祭りは、明治25年にキリスト教のクリスマスを習って行われた釈迦牟尼世尊降誕祭が原型だといいます。その後、花祭りが定着したのは大正5年のこと。日比谷音楽堂前の広場で東京連合花祭り会なるイベントが執り行われました。そこでは宗派を超えた僧侶や仏教系の学生たちが集まり、各宗派のお坊さんたちが交代で当主を務めてお釈迦様の誕生を祝ったといいます。また市内電車の運転手や車掌も花祭りの記章をつけていたというのですから、市を挙げての大々的なイベントだったのでしょうね。こうして見ていくと、花祭りを盛り上げていったのは海外の宗教や文化に造詣が深かった学生や時代を先取りした僧侶たちと言えるのかもしれません。さて、そんなお釈迦様が王子として何不自由ない暮らしをしていた時のこと。視察に出た王子は庶民の生活を見て驚きます。人間には生老病死の苦しみがあることに気づき、何もかも捨てて修行の道に入りました。お釈迦様が気づいたように、すべての人間は生まれながらに死を背負っています。いくら拒もうとも決して避けて通ることはできません。しかし、お釈迦様自身も死の世界がいかなるものかははっきりとお示しになってはいません。また古来、神道日本では死を不浄のものとして扱い、黄泉の国を語ることはタブーとされてきました。確かに死は生の反対、暗闇、見えない世界、多くの人に悲しみを与えますけれども、生きることを問うことは死について少しでも考えること。これは哲学的な難しいテーマでも万人に共通。そして高齢化時代、最近は人生の締めくくりを終活と呼んだりしています。それに至るにあたっての来世への道しるべを少しまず軽く考えてみませんか。最近ではこのテーマ、雑誌などで多く特集されています。今回のハートフルメッセージでは、
番組初の試みとして、人生における最終課題でもある命の最後、自分らしいエンディングを迎えるための死生観について、おごそかに話を進めていきます。今回は神様が私たちに与えてくれた最終テーマでもあるエンディング、命の最後の瞬間について考えてみたいと思います。皆さんはお迎え現象という言葉をご存知ですか？お迎え現象とは、死期が近づいた時、すでに亡くなった両親や親しかった友人、あるいは可愛がっていたペットなどが現れる現象です。周りの人には死者の姿が見えませんので、何が起きているのか理解に苦しむかもしれません。でも、もし私の亡くなった父が現れたら、それまで抱いていた不安がスーッと消えていき、穏やかな気持ちで旅立てる、そんな気持ちになれるのではとも思います。また、東北被災地では、生き残った家族の前に亡くなられた方が現れる目撃談も数多く語られています。とはいえ、近代医学ではこの現象は大脳内の現象なのか、肉体から離脱したベッドの存在の霊魂と呼ばれる超常現象なのか、また妄想や幻覚との区別が難しく、学術的な研究はほとんどなされていませんでした。これに科学的なメスを入れたのが、エリザベス・キューブラー・ロス医師です。精神科医を務める彼女は、1965年からホスピス病棟の患者たちにインタビューを行い、死ぬ瞬間と死後の生の中で、死の間際、私たちが愛していた祖父母や両親、先立たれた子供、あるいは人生において大事だった人たちが出迎えてくれるとして、お迎え現象が現実の起きていることを明らかにしました。また、日本での体系的リポートとして、この問題は作家立花隆さんが著作臨死体験でまとめられています。これに遅れを取ること37年、日本でも2002年から本格的な調査研究が始まりました。文部科学省の助成を受け、遺族へのお迎えに関するアンケートが3回にわたって行われました。
2回目の調査結果をまとめた現代の看取りにおけるお迎え体験の語りを論文として発表すると、新聞、雑誌、テレビなどでも取り上げられるようになり、お迎え現象が学術研究の一つとして知られるようになりました。この調査報告によると、アンケート対象者は宮城県5カ所と福島県1カ所の診療所で訪問診療を受けた遺族366名、患者が他人には見えない人や物の存在を感じていたかどうかを尋ねたところ、約半数の155名が経験したと答えています。そのうちお迎え現象を体験した後の遺族の様子について、普段通りだった、落ち着いたようだった、安心したようだったと回答した人の数は100名を超えていました。この結果から分かることは、お迎え現象をポジティブに捉えている人が多いということではないでしょうか。そんな中、私が最も気になるのは、お迎え現象で何を見ていたのかということです。調査結果ではそれについても触れられています。その中からいくつかご紹介しましょう。個人は75歳女性で、回答者不明。もんぺ姿の母親が出てきて、苦しいのか、抱っこしてあげる、こっちにおいでと言った。別な時にはまだ早いよ、来るのは早いという。眠りかけのところでお迎えを見ているようだ。お迎えの母親が出てきそうな時には前触れのように胸がスーッと空気が抜けるような感じがする。気分はいい。お迎えが出てきて怖くはなかったかと聞くと、いや、お迎えが出てくると安心すると答えた。個人は88歳男性で、回答者はお嫁さん。数日前、目の前に紫色の光の粒がだーっと降りて広がっていた。ありがとうよとお嫁さんに向かって言ってくれた。個人は認知症の79歳の女性で、回答者は介護に当たった娘さん。認知症の傾向が進行していたし、幻覚、幻聴が起こっていたので、ストレートに会話を成立させることがほとんどできない状態だった。そんな状態でも母の表情がはっきり変化するので、何か素晴らしい情景を見ていることは十分判断できた。とても素晴らしい人間の輝きのある表情だった。この調査の中心人物は、2000名以上の患者を看取ってきた看取り先生こと岡部武史医師です。在宅ホスピスケアに取り組んでいるうちに、末期がん患者の多くがお迎え現象を体験している事実に興味を覚え、調査を始めたといいます。昨年9月、肺がんのため亡くなられましたが、先生の遺書ともいえる看取り先生の遺言が、ジャーナリストの奥野修二さんの手により出版されました。その中で岡部医師はお迎え現象についてこう語っています。あの世とつながりを構築できないから死が不安になるんですよ。あの世があろうとなかろうと、お迎えがあればあの世とつながった感覚でいけるんだから、気持ちが楽になれるんです。自分ががんになって初めてケアされる側に立たされてから分かったことがある。あの世の闇に降りていく感覚、その道しるべがお迎えなのかも。それがある意味宗教的な教えともつながっているのでは。
あの世の世界は未知の世界です。まして一人で旅立つのですから、死への不安や恐れを抱くのも当然のことでしょう。だからこそ懐かしい故人に導かれながら穏やかな気持ちで旅立ちたい。朦朧とする意識の中で願う思いがお迎え現象となって現れるのかもしれませんね。引き続き誰にでも訪れる命のエンディング、自分らしい最後の迎え方について、重たいテーマではありますが死生観を交えながら考えていきたいと思います。最近終活が団塊の世代以降の間で静かなブームを呼んでいます。書店の一角には終活のノウハウ本やエンディングノートの書き方など、就活に関するさまざまな書籍がずらりと並んでいます。また就活カウンセラーによる就活相談なども行われているようです。就活とは人生の最後を迎える活動ですが、死を見つめることだけが目的ではないと思います。エンディングに向かう準備をしていくうちに、死に対する不安や恐怖が和らぎ、残された時間を悔いなく生きることが本来の目的であってほしいと思います。この就活ですが、取り組み方法に男女差があります。冠婚葬祭の互助組織暮らしの友の調査によると、家長である男性は自分史をまとめる人が多く、女性の多くは自分の思いを伝えるエンディングノートの制作に力を入れるそうです。特に女性は自分の考えを整理すると、安心して残された時間を楽しもうとする傾向にあるのだとか。家庭や社会における役割の違いが就活にも色濃く反映していると言えますね。さて、人生のエンディングは願わくは畳の上でピンピンコロリと行きたいですよね。とはいえ、1981年以来日本人の死因のトップが癌であることを考えれば、長い闘病生活の末、病院のベッドで最後を迎える可能性の方が高いのかもしれません。でも、もしも突然の癌宣告を受けたとしたら、私は冷静でいられるでしょうか。きっと癌の痛みや死への恐怖、家族を残していく不安などが頭の中でごちゃ混ぜになり、冷静さを欠いてしまうかもしれません。それでも事実を受け入れて、子供たちや主人のためにも残された時間を大切にしたい、そうありたいと思います。こうした死を直面した人たちの精神状態について、前半にご紹介したキューブラ・ロス医師は、否認、怒り、取引、抑うつ、受容、この5つのプロセスを経て、ようやく死を受け入れるとしています。これに対して死生学者のアルフォンス・デーケンさんは、日本人の場合はさらにもう一段階加わり、あの世で別れた人と再会する永遠の命への期待と希望を持つことで、
穏やかな気持ちで旅立っていくとしています。法医学的に見ると、人間の死とは呼吸が止まり、心臓、肺、脳などの機能が停止した状態です。そこには魂の存在はありません。しかし古来日本の土着信仰では、人が死んで肉体が滅んでも魂は別の場所に行き、この世と自由に行き来できると考えていました。さらに平安時代には、今まさに死なんとする人の枕元に阿弥陀来号図をかけて極楽往生を願う浄土信仰が浸透します。しかし京都大学のカール・ベッカー教授は、現代の日本は無宗教の人が多く、来世信仰が薄くなっていると指摘しています。本当にそうでしょうか。私には特定の神仏を信仰していなくても、いまだに多くの日本人が来世を信じているように感じます。昨年10月に肺カルチノイドのため亡くなった流通ジャーナリストの金子哲夫さんもその一人なのかもしれません。金子さんは亡くなる直前にこんな葬儀の回想状を用意していました。その一部をご紹介します。早期リタイアだからといってゆっくり休むつもりは毛頭ございません。第二の現場では全国どこでもすぐに行くことができる魔法のドアがあると伺っております。そこで札幌、東京、名古屋、大阪、松山、福岡などお世話になった皆様がいらっしゃる地域にお邪魔し、心温まるハッピーな話題、お得なネタを探して歩き回り、情報発信を継続したい所存です。金子さんが言う第二の現場とはまさに来世のこと。金子さんは余命0年の宣告をされながらも、現実のこととして受け止め、通夜、葬儀、お墓の手配まで全て自分でプロデュースして旅立っていきました。もしかしたら金子さんの心の中には、第二の現場、来世への希望や期待があったのかもしれませんね。その金子さん、危篤状態に陥った時、夢枕にたびたびお迎えが来ていたそうです。気配を察した奥様は後にその時の様子をこう綴っています。生と死の狭間を漂う金子に寄り添いながら、毎晩不思議な体験を静かに共有していました。そして最後は苦しまずに、とても安らかに永眠されたそうです。最後まで明るさを絶やさずに自分らしく生き抜いた金子さん、その生き様に、そしてその厳粛で高貴な亡くなりようを私たちに指し示してくださいました。番組でも以前取り上げたアウシュビッツを体験した作家フランクルは語ります。締めくくりにご紹介します。私たちはこの死ぬという課題に対して、生きるという課題に対してと同様の責任があるのです。愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。いかがだったでしょうか。緩和ケア医師の大津秀一さんは、ベストセラーとなった死ぬ時に後悔すること25の中で、死ぬ時に後悔することの一つとして、神仏の教えを知らなかったことを挙げています。海外の病院には、患者の心の悩みや不安を聞く聖職者チャプレンがいますが、日本では一部の施設にしかいません。こうした現状を受け、東北大学では実践宗教学寄付講座を開講し、
死期が迫った患者や遺族の心のケアを行う臨床宗教士の育成に努めています。もはや終末期医療においてスピリチュアルケアは不可欠の時代。キリスト教、仏教、神道など宗派を超えた臨床宗教士の活躍に期待したいと思います。難しいテーマですが、番組の今後の課題にもしていきたいと考えています。今日は初めてお迎え現象を取り上げましたが、やはりちょっと難しいなって私自身正直思いましたが、これからの自分自身にしっかり受け止めていこうと思いました。さて、世界キリスト教統一神霊協会創始者ムン・ソンミョン氏の人を作るメッセージに、天国に行ける人よりも天国を築ける人でなければならない、天国に行ける人は神様に頼ろうとする人であり、天国をなせる人は神様の頼りとなってあげようとする人であるとあります。それでは番組からのお知らせです。番組では皆様からのご感想やご意見をメールにてお待ちしております。詳しくは番組公式ホームページまで。アドレスは www.i-kazoku.net www.i-kazoku.net まで。また過去の番組もダウンロードしてお聞きいただけます。さらに YouTube からもお楽しみください。この番組はムン・ソンミョン氏自叙伝、平和を愛する世界人として創芸社発行を一部題材に、皆様にちょっとヒントになる人間の生き方、社会の在り方などを分かりやすくお話ししていければと思います。いかがでしたでしょうか。愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ、これからも番組を通して皆様といろいろと語り合いたいと思っています。また来週お会いしましょう。ご案内は私、片山田津でした。それではごきげんよう。